いけ。ほい、虫眼鏡。ルルン。とつみし。とつみし。あ、あ、トシミツの様子が。あ、初めて見るかもしれん。ルン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 。わあ。いや、どうも、東海道って言ったと。行った。あ、虫眼鏡だ。皆さん、ぶら下がるという言葉を聞いたら、やはり命綱とかロープ、鉄棒と頑丈なものをイメージすると思います。本当にちゃんとした耐久度があるもんじゃないと、ぶら下がれないと皆さん思っているかもしれませんが、それは間違いです。これからですね、僕らがもう、いわゆる、拙いもの、稚拙なものですよ。拙いものにぶら下がることによって、みんなにこう、ぶら下がるっていうのは怖くないんだよっていうことを、僕らは教えたいということで、やってきました。第1回、拙いものにぶら下がる、天使ゲー上までこれか、が、ほい。ということで今からですね、この僕と虫眼鏡で3個ずつ拙いものを用意しましたので、ぶら下がって、両方ぶら下がれたとしたら、より拙いものにぶら下がれた方の勝ちということで、やっていきましょう。ところてんでございます。え？嘘でしょ？漢字で書くとね、太いっていうのが、確かあってるような気がする。ねえ、じゃあこれ絶対無理じゃん。これはなんかふざけてるじゃん、これは。僕の高校時代のあだ名、豆だぞ。ぶら下がりに決まってお、あ、右手と左手にこのところてんを1本ずつ持って見事ぶら下がり優勝。向こう向いて持って、あ、え、あ、え、切れた。指の柔らかく持ってるだけで切れたんだけど。え、失敗、1回目で失敗。ザワ君残念ながら失敗でございます。マジで。はい、高校私の挑戦こちらでございます。ででん、 L チキを入れる袋。バカじゃん。しかも真ん中に切り込みがあるからね。もう切り取り線ってあるんですけど、これみんなね、肉が入ってる時にこう開けると思うんですよ。それをこう均等の力で上下にしっかりと支えれば、こいつ切れないとね、思うんですよ。いきますよ。3、2、1、開け、夢の扉。ほら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 、拙くないよこれ。3、2、1、開け、夢の扉。ねえ、ざわくんが拙い。え、でもここでちぎれないんだね。これはいけるかもしれん。いくぞ。3、2、1、開け、夢の扉。ほら、拙く。拙い。拙い。拙い。L チキの袋は、拙いので、できませんでした。拙いよ。一度は食べていただきたい。美味しい当たり目ということでね。まあスルメですね。あー、当たり目か。当たり目だけにね、ぶら下がれるのも当たり目ってわけね。あー、あ、硬いこれ。あ、これあるぞ。これあるぞ。いきます。3、2、1、オッケー、夢の。え、失敗。はい、私二つ目の挑戦、こちら。みんなの卵。聞いたことあるかもしれませんが、卵っていうのはこう握ると潰れるんですけど、この上からの、上下からの耐久度っていうのは抜群に優れてる。ザワ君がこう持って、俺が上下からこう持って、これでしっかりと支えれば、卵は割れずにここに残るわけですよ。結構今力入ってないけど割れてない。はい。いきます。3、2、1、開け、夢の扉。お、え、お、割れない、割れない、割れないよ。ザワ君が、ザワ君が捨てない。待って、ザワ君が捨てない。割れないぞ。え、すごい。いける。全然割れないじゃん。ほら、見してよ。3、2、1、開け、今の扉。うわー、来た。やばい、落ちる。ほら、ほら、あ、ほら、できた。すごい。拙いのにぶら下がりました。拙くない。やった。皆さん、卵はぶら下がれます。今のがぶら下がれるっていう表現でいいのかわからないけど。3つ目、バルーンアートです。こういうプスっていう力のところに弱いんですよ。こう意外と伸びる力には強いんじゃないかという。これめちゃくちゃ弱いよ。卵の殻よりも絶対に弱いよ。わー、いけそうだ。3、2、1、開け、夢の扉。ビヨーンってビヨーンってはての。ビヨーンって伸びて伸びて伸びて。3、2、1、開け、夢の扉。あー残念。その一言に尽きる。今回僕最後こちらででん、3万円のイヤホンでございます。これはなんとですね、軍の機密機構を練り込んだこの特殊な編み込みがありましてですね、成人男性が引っ張り合ってもちぎれないということを聞いて俺は買いました。吉祥寺のね、ヨドバシカメラの店員さんが言ってました。確かです。これ井上さん見てますか？動画撮ってますよ僕。すみません、はじめまして。よろしくお願いします。僕がさ、あれ先輩してるからさ、なんか違う方法で本当にぶら下がれるところを見せたいな。あ、ここは、ここにこうやったら、ここで俺本当にダルシムみたいにあぐらかきますからね。3、2、1、開け、夢の扉。いってー。え、いった。そりゃそっか、体重でここ
締められてんだもん俺。偶然このところに竹刀がありましたので、これに巻きつけてみました。最近の世の中、竹刀使うと叩かれるみたいですが、僕がね、竹刀の強さを代わりに証明してあげますので安心してください。竹刀使うと叩かれるっていうのも皮肉な話だね。叩くもんに叩かれるとはな。よし、これならいけるぞ。もうこれでさながら鉄棒ですよ。見てろ、全国の剣道キッズたち、俺が竹刀の強さを証明してるからな。待って、証明するのは竹刀の強さじゃない。あ、そうか、違う、竹刀は強いんだ。いきます、3、2、1、開け、夢の扉。だい